APEX 新シーズンまで10日を切った現在、さまざまなアップデートが発表されています。今回の大きなアップデートはおおむね4つ。射撃訓練場がバージョン 2.0 へ進化、新たなサバイバルアイテム、ランクマッチシステムの改革、武器マッサリー機能の追加。この動画では上の2つをご紹介します。射撃訓練場、シーズン16でもすでに機能が追加されていた射撃訓練場がさらなる進化を遂げてバージョン 2.0 に。レイアウトが新しくなり、ダミー人形の設定がさらに追加。ダミーとのコンバットモードや 1v1 を想定したフィールドでフレンドとの射撃訓練ができるとのこと。一緒に遊んでくれるフレンドの実装は何シーズン先になり、新サバイバルアイテムヒートシールド、モバリスに続く第3の軍需品エバックタワーが登場。設置すると上空にバルーンが浮かび、簡易的なジャンプタワーとして使用できる。まさに全徒歩レジェンド希望の星。設置後には制限時間および耐久値が設定されており、即破壊されたり間に合わずぼっちになってしまうリスクもあるようです。これは実質的にローバーがバルキリーになれると言っても過言ではないのかもしれない。皆さんも楽しみな情報があればコメント欄に教えてください。